とてもケチンボの炭焼きがおった。この男30歳をとっくに過ぎたというのに、嫁ももらわず炭を売っては納屋の米びつの中に米をたんと溜め込んでおった。ある日のこと、町に着くといつものように炭を買ってくれる炭問屋に向かった。おー、よく来た。まあ休んでってくれや。おめえもいい加減に嫁でももろったらどうじゃい。まあ戻ってもええが、飯食わんおなごがおったら世話してくれや。そんなある晩のことじゃった。私は旅の者ですが、日暮れて困っております。今夜一晩泊めてくだされ。泊まるのは構わんが、お前さんに食べさせるものはないよ。私は物を食べない女です。泊まるだけで十分です。驚いた。お前さんは本当に何も食わんのか。はい、今まで物を食べたことはありません。炭焼きの男は二つ返事で女を止めてやることにした。ところが朝になっても女は出て行こうとせず、それどころか朝ごはんの支度だの家の片付けなどとせっせと働いてくれた。そうして次の日もその次の日もこの女は本当に飯を食わんかった。なあ、わしゃ今までお前みたいな女子には会ったことがない。よかったらわしの嫁になってくれんか。こんな私でもよかったらどうぞもらってやってください。炭焼きは大喜びでこの飯を食わない女を嫁にした。喜んでくれ。とうとうわしも飯を食わん女子を見つけて女房にしたぞ。おめえ、今飯を食わない女房と言うたな。ああ言うた。おい、そりゃいかん。ただものじゃないぞ。もしかしたら鬼かもののけかもしれん。え、まさか。あら、米がない。まさかあの女が。その夜は何食わぬ顔で床に入ったが、いろいろ考えるとなかなか眠ることができんかった。次の日の朝、炭焼きの男はいつものように仕事に行くふりをして家を出て行ったが、しばらくすると戻ってきて天井の裏に隠れた。そうとは知らない女房は納屋から米を運んできてかまどで炊き始めた。やっぱりあの女飯を太ったか。女房は33個のおむすびをこしらえると髪をほどき始めた。するとどうじゃ、女房の頭のてっぺんにはポカーンと大きな穴が開いておった。そうして女房はおむすびをつかむと頭のてっぺんの穴の中に放り込み始めた。なにゃあれは。女房はどんどん穴の中におむすびを放り込んだ。
あっけに取られて見ていた炭焼きの男は次第に腹が立ってきた。女房はとうとう33個目のおむすびを頭の中に放り込むとペロペロと舌なめずりを始めた。いやい、この化け物、よくわしを騙してくれたな。あれあれ、まあお前様、そげなところに飯食わんというふんで嫁にしてやったのに、このおありさまじゃ。離縁じゃ、離縁じゃ、取ったさせていいか。見つかっては仕方ありません。私は実家に戻ります。でも実家に手ぶらでは帰れません。どうかお願いです。大きな桶を一つ借りてきてください。炭焼きの男は桶など何に使うのかと思ったが、少しの間でも嫁になっていた女の頼みじゃからと黙って借りてきてやった。すると、あら、お前が土産じゃ、この桶に入っておくれ。鬼になった女房は桶をひょいと担いで山の方に走り出した。鬼女房が山に差し掛かったところで、空は真っ黒い雲で覆われた。そうして雷がとどろき、大粒の雨が降り始めた。鬼女房が谷に向かって走っておると、そこに沼が現れた。桶の中は大雨で水かさがどんどん増していった、そこで男は思い切って桶から飛び出したが、鬼女房は雨水の重さで男が入っていると思い込み山へ走った。その隙に男は勝負の中に身を隠した。ところが、炭焼きの男が死に物狂いで投げた勝負の葉の匂いと、その鋭い葉に刺された鬼女房は大声を上げながら山の中へ逃げ帰っていった。鬼女房の目には勝負の鋭い葉が剣に見えたのじゃろうか。飯食わぬ嫁など欲しがるもんじゃねえ。おめえもおむすび欲しいか。ダメよ、その子はまだ歯も生えとらんのじゃから。こうして
炭焼きの男はケチン坊を辞め、似合いの女房をもらって楽しく暮らしたということじゃ。そうして炭焼きの男が鬼女房に食われそうになった日がちょうど5月5日だったので、5月の節句には魔除けのために菖蒲の葉を軒に飾るようになったということじゃ。